水戸のダムは長野県松本市、品野川水系最川の上流部、あずさ川に建設されたダム。管理者は東京電力リニューアブルパワー。高さ95.5メートルのアーチ式コンクリートダムで東京電力による大規模な水力発電所開発に伴い上流の長和渡るダム、下流の稲古木ダムと共に完成。これらは総称して安住山ダム、 または、あずさ川三ダムと呼ばれる。水戸のダムは、東京電力による、あずさ川電源開発計画の中で建設された3基のダムのうちの一つである。三ダムの中では、位置的に中間部にあり、長は渡るダムと稲古木ダムに挟まれるようにして、ちょうどあずさ川とその支流である水戸の川の合流点にある。ダムの高さは95.5メートルで、 長は渡るダムが高さ155メートル、稲古木ダムが高さ60メートルであることを考えると、諸元でも中間に位置している。ダム湖である水戸の調整地は、長は渡るダム直下にある、安住発電所の会計として利用される一方、水戸のダム直下にも認可出力24万5000キロワットの水戸の発電所を設置。地ダムを植池、下流の稲古木ダム湖を 下池とした揚水発電を行っている。一基のダムが二箇所の揚水発電に関わる例は、他に中部電力の奥、矢作第一、第二発電所の富永調整地があるが、全国的に見ても希少である。建設工事は、長は渡るダム、稲子木ダムと同時に1965年より開始。ダム本体を巻く身が、発電機を富士電機 日立製作所が手掛けることになった。長は渡るダム直下の安住発電所では、強愛な地形から6台ある発電機を2棟に分けて設置したが、水戸のダム地点では川幅が広くなっていることから、4台の発電機がダム直下に並べられている。洪水破棄については、ダム直下に発電所を置いた関係で、稲古木ダムで採用された中央から滝のように、 放流する形式のものではなく、右岸にスキージャンプ式の洪水発揮が設けられた。建設工事は着々と進められ、1969年10月に水戸の発電所1.2号発電機が、1970年8月には、残る3.4号発電機が運用を開始。水戸のダム、水戸の発電所建設中の死傷者は、合計8名、うち5名は殉職している。 国道158号沿いの道の駅、風穴の里付近より、ダム天ウ宇岸へと続く道がある。アルピコ交通上高地線、新井島駅からアルピコ交通バスに乗車、水戸のダムバス停げ車すぐ。宇岸には水戸のダム管理所や、公衆トイレのある、小公園、フれ合いダム広場がある。天バは歩道になっており、左岸からトンネルを抜けた先の水戸の川上流部では、 岩ナなど渓流釣りが楽しめる。国道158号は、風穴の里手前でダム直下の水戸の発電所へとつながる道に分岐している。一般の侵入は水戸のダムのスキージャンプ式、洪水破棄まで可能となっており、その先への立ち入りは制限されている。ありがとうございます。